皆さん、こんにちは。今日もこのように手帳を持ってきました。えっ、ー、と、今日は、あの、久しぶりに英語サイズの子たちを連れてきたんですね。しかも、私が大好きなプロッターが登場しました。はい。で、英語サイズの手帳2冊。そして、えっ、ー、と、私が前回の動画でもご紹介したように、えっ、ー、と、システムダイアリー。 っていう、えっ、ー、と、穴が8つ空いてる、この持ち歩き手帳を一緒に持ってきました。はい。で、これを持ってきてる理由は何かとすると、あの、今日はリピールの話をちょっとしようと思うんですよ。結構動画を見てくださってる方々は、すでにご存知だと思うんですけど、私の場合結構いろいろ、他の閉じ手帳とか、他の、あの、手帳のリピールをめちゃくちゃ切ったり、えっ、ー、と、穴開けたりしてて、 あの、入れて使ってるじゃないですか。前回の動画でも、この持ち歩き手帳に、プランクリンフランナーを切って、それで入れて使ってるっていうふうに紹介をしてたんですけど、えっ、ー、と、そのように、あの、ものすごく好きなリピールがあるわけなんですよ。あの、もともと出てるものそのまま使えば一番ベストで手間もかからないんですけど、どうしてもこのリピーが好き。この 紙が好きっていうことがあるので、だん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 こだわりが出てくるわけなんですね。で、それで、えっ、ー、と、あの、まあ、フランクリン・フランナもそうやってずっといろんなサイズが変わっても入れて使ってるっていう感じなんですけど、それぐらい私が好きなリピールがあるんですよ。あの、それがウィークリーなんですけど、まあ、前回の動画でもそれで、あの、一つ、あの、フランクリン・フランナのウィークリーを無理やり入れて、 えっと、そうやって今使ってるっていうに紹介したんですね。このようにあの入れて使ってますっていう話をしたんですけど、このウィークリーじゃなくて、えっ、ー、と、すごく好きだったリフィルが、あの、ノックスから出てるウィークリーなんですけど、バーティカルなんですが、下のバーティカルに何も書いてなくて、えっ、ー、と、保管の状態になってったものがあったんですよ。ただ、 去年から廃盤になってて、ものすごくがっかりしてたんですね。あの、まあ、今英語サイズとか持ってきてるんですけど、実はあのサイズ、あのリフィルって、バイブルサイズとかもあってて、すごく愛用してたんですよ。あの、ちょうどいいっていう感じでやってて、この習慣のところを自由に1週間単位で、まあもち、もちろん、こう、一般のこう、左側に横、 の、あの、ホリジョンタル形式で、えっ、ー、と、ウィークリーがあって、フリーになってるのもあるんですが、それより、こう、上にウィークリーがあってて、下が方画になってたものが、ものすごく、なんていうか、使いやすかったので、あれ廃盤になりますっていう話を、おととし聞いたときにすごくショック受けたんですね、正直。で、どうしようと思ってたんですよ。で、 それで一応この、あの、これ2冊はちなみにあの業務ノートなんですけど、それで対イで使ってるのがこのノックスのウィークリーなんですね。まあ、まあ個人的にこのマンスリーはすごく大好きなんですけど、プロッタの A5 のマンスリーめっちゃいいですね。はい、とにかくこれは好きなんですけど、その英語の話は別に今度やることにしてて、 それで、あの、ノックスの、あの、ワン、あの、習慣なんですけどこ、これですね、これ。ちょっと書いてない部分にすると、えっ、ー、と、そうですね。これなんです。で、もともとの私が好きだったのは、上だけあって、下が全部こういう方案になってるものだったんですが、まあ、それがなくなってるから、 しょうがなく、これにしてるんですけど、だから、ざっざざここバーティカル結構記録したりするんですが、まあ、ここ空いてるから、英語の場合には結構ここ活用できるのがすごく気に入ってます。なので、これはずっとまた来年も使うと思うんですが、で、こういうものがないかと結構考えたときに、えっ、ー、と、そういえば、私が、えっと、M6 を使うときに、えっ、ー、と、そこが、それが好きで、 めちゃくちゃこれを使ってたんですよ。これですね。これ元々だとすると、ノーリ手帳のシリーズの中で、ライツノットっていうものがあってて、えー、っと、多分これは一番小さい、あの、パスポートサイズと同じぐらいの手帳シリーズであったわけで、これを切って結構 M6 に入れて使ってたわけなんですね。で、それで、これがすごく愛用してたから、じゃあ、 英語サイズないんだろうかって思ってて見てたらあったわけなんですよ。で、それでこれをこの業務ノートに入れて使ってるんですね。えっ、ー、と、これ結構すごくダヴィンチのあのー、バインダーなんですけど、革の中では結構安い方ですね。スタンダードっていう風に書いてあったあれなんですけど、これ最初に多分文房具屋さんで見た時に経年変化をしてるこのバインダーの 手触り感っていうか、感触がものすごく良くて、あそこに惚れって買っちゃったんですよ。はい。で、それで、まだ私はそこまでに行ってないんですけど、部分もそういう感じが出てきてます。それですごく今楽しみに使ってるんですけど、そして、えっ、ー、と、こう、プロッター大好きなんですけど、プロッターの高級感とか、あの、こう満足感とはまた違くて、これ15ミリではあるんですけど、 なんていうか、すごく、コンパクト感があるんですね。ダビーチって、結構、えっと、ジャストサイズシリーズとか、ぴったりサイズっていうのをよく出すんですけど、めちゃくちゃぴったりじゃないんだけど、英語サイズのリピィルにちょうど横が結構、あの、無駄がないっていうか、ああいう感覚で、でも妙に結構、ノートみたいな感覚がすごくあるんですよ。それで、使いやすいっていうか、まあ、 すごく荒く使っても、あの、なんていうか、満足感があるっていうあ、とにかく満足してる、そういうバインダーなんですけど、これを結構もう一番よくあの持ち歩いてる、だからあの、職場で持ち歩いてるものです。もともとは、えっ、ー、と、ずっと職場に置いて使ってるんですけど、まあ、えっ、ー、と、やっぱり英語サイズなんで、いろんなあの資料のリピールとか、特にこういう、 プロジェクトバインドとかがすごく役に立ちますね。はい。まあ、個人帳結構入ってるんで。そうなんですけど、これなんですよ。はい。こういう、あの、なんていうか、ウィークリーっていうものを結構活用してるんですね。これもちょっと内容があるんで、えっ、ー、と、はい。こんな感じで、もともとは閉じ手帳だったんですけど、こう切って入れて使ってます。だから、ものすごく。 満足感があって、しかも、えっ、ー、と、白には普通の方眼方眼ノートがこうついててて、そこもまあ一緒に切ってるから入れて、まあ普通の音で使ってるんですけど、まあこれっき入れてるんですが、ものすごく量多いんですよ。意外と、う、後ろにも。なんで、あの、それも結構長く使えるっていうくらいに、あの、なんていうか、 そう活用度がいいっていう効率性がいいものですね。なのですごくよく活用してます。これはだから何があってもこれで一応何でも書くっていう感じで使ってます。で、それぐらい好きなので、じゃあそろそろこういうちっちゃいものもあったし、こういうものもあったし、やっぱりノーリステッチはサイズ感めちゃくちゃいろいろあるから、もしかしたらこの <laughs> システムダイヤリのあのサイズにはないのか。 ということを考えたわけなんですよ。で、それで実際多分、よくご存知の方をいらっしゃると思うんですけど、こういう小型っていうかちっちゃい版は、ペストポットサイズと同じサイズなんで、結構、えっ、ー、と、トラベラーズノートに挟んで使ってる方もいらっしゃるじゃないですか。で、ちょうどその一般的な、あの、サイズ、まあ、これも小型版っていう感じなんですけど、若干大きいものが、 ちょうどこのシステムダイよりと同じサイズなんですよ、ほぼ。はい。なんで、もともとだとすると私もこれ、あの、パスポートサイズ中心に使ってたはずなのが、このサイズでぴったりじゃんと思ってて、このサイズに定着していくっていう感じなんですけど、はい。だとすると、じゃあこのサイズの、このウィークリーのライスノートがあるとしたら、使えるじゃんと思ってて、文房具屋さんに行ったり、 オンラインで検索したりしたんですけどこのサイズがないですねでそれでもうちょっとがっかりしてて、まあ、しょうがないなと思って諦めてたんですけど昨日久しぶりに文房具屋さん行ったんですよ。でそれでいろんなちょっと必要なリピールも買ったり若干ショッピングをして帰ってきたんですけどもしかしてと思って農立、えー、手帳とかいろいろ高橋とか大吾とかも買ってきた あるじゃないですか。ああいうところに行って見たんですよ。特に、えっ、ー、と、農立手帳の場合には、この、私が欲しい、この形式があったので、本当サイズないのかなっていうことで、見たんですね。で、発見したんですよ。これとぴったりサイズではないんですけど、それよりいいかもっていう <laughs>、あの、いいサイズを発見したんですけど、はい。それが、これです。はい。 こ,こ,この景色ですよね。これがあったんですよ。で、あ、ちょっと長いんだけどっていう感じで、もしかしてって言ったら、ほぼ同じなんですね。はい。幅がほぼ同じくて、あの、元々にするとこれ、このノーリステチョのこれが、あの、バインディングするときには若干切らないといけないんですよ。だから、若干広い。でも、そんなにまあ、そんなに、なんていうか、目立つぐらいじゃないから、全然問題ないんですけど、 こっちの方が若干狭い気はするんですが、本当にこれにぴったりだったんですね。だから横幅は本当完璧だったんですよ。で、下だけが若干長くて、ちょっと、下だけ少し切ると完璧です。しかも、この景色で下、方眼になってるので、切ってもあんまり目立たないんですよ。はい。それで、買ってきて、それでもうそのまま作業しました。はい。 それでもうしてたんですけど、あの、ここにきっといったものがあるので、はい、こんな感じですね。ぴったりですよね。すっごく、あの <laughs>、この作業してからこれぐらいぴったりなのっていう、なんていうか、こう、喜びがすごくて、もともと他の動画を先に撮ろうとしてたんですけど、ああ、リピールの話しないといけないっていう感じで、この動画を撮るような、 あの、取るようになったきっかけにもなったんですけど、これぐらいぴったり完璧に合います。しかも、下の部分も、あの、若干切るんですけど、それも、なんかちょうど方眼のこのラインにちょうどぴったりなサイズだから、もう、なんかこう、置いて、それで合わせて切ることもなく、方眼のこの線まで切ればいいっていう感じで、もう綺麗に作業ができたわけなんですね。それでものすごく、あ、もうこれ以上、 あの、このシステムダイアリーの別なリピルもういいわ。もう全部揃ってるっていう感じで、来年が本当に心強くなりましたっていう感じですね。はい。そういうことで、あの、あの、ウィークリーまで完成しました。私が好きな、あの、環境が整いましたっていう感じなんですけど、それを含めて、それだけじゃなく、来年のために私が作った っておいいたたそのリピールを若干ちょっとと紹介したいと思うんですよはい。それが、これなんですけどあの、システムダイアリーのリフィル入れてる箱なんですが、えっ、ー、と、もともとシステムダイアリーで出てるリフィールもいろいろ買ってるんですよ。だし、もうそれも普通に使うんですけど、ここには自分が実 コピーしたり、えっ、ー、と、切ったり、あの、ちょっと手を加えたものだけ入れてるんです。なのに、量が結構あるんですよね。はい。これぐらい一応準備してるんですけど、まあ、これ私の短所でもあるんですけど、一回ちょっとハマったら、めちゃくちゃ何,何回も、いくらでも作っちゃうっていうことがちょっと、 問題ゃ問題なんですけど、でも結構楽しみながら、あの、試してみたのもあるんですけど、準備をしたわけなんですね。で、それで、あの、これが、あの、前の動画でもご紹介したような、フランクリンプランナーのウィークリーの部分です。はい。これをこれぐらい、えっ、ー、と、制作しておいたんですけど、まあ、1年が52週なんで、まあ、1年以上は十分使えると思います。はい。 で、それで、まあ、いっぱい準備をして、おいたということと、えっと、そして、あの、さっきのウィークリーなんですね。はい。ウィークリーをこのまま、こうやってって、まあ、前のマンスリーも結構使えない感じじゃないんで、あの、使える感じなんですよね。っていう感じで、白の、 こういうふうなウィークリーをいっぱい作っておきましたっていうことですね。これの満足感がものすごくってて、すごく、まあ、半分興奮状態なんですけど <laughs>、はい、すごく満足してます。はい、っていうことと、そしてこれはまあ念のためになんですけど、まあ、後ろから見ると、これ今、 えっと、プランクインプランナーのポケットサイズ切って使ってるんじゃないですか。で、前に、えっ、ー、と、ナローサイズとかでも結構使ってたりしてたので、えっ、ー、と、今、ちょうど3月まで分まで残ってるんですよ。はい。っていうことは、4月からはリピールがないから、また買って切るか、あー別な方法を使うかっていうことなんですけど、まあ、一応、念のために、 あの、このように、ちょっといっぱい <laughs>、ここだけ開けといて、で、フリーで使えるように、まあ、スティッカーを貼ってもいいし、スタンプでもいいし、まあ、手書きでもいいんですけど、そうやって日付入れて、使えるような体制にはしておきまして、はい、おきました。で、ただ、まあ、 あの、紙はあんまりこれをしなくて、これ、ほぼテストで使いはじ、作り始めたのが、量はこんなに増えてしまったっていうことはあるんですけど、まあ、紙自体がすごくいい紙を使ったわけじゃないので、もう本当にタイヤがない時にはこれを使うっていう感じなんですけど、まあ、万年筆使いたいので、はい。これは一応、あの、あの、プラン B として、余分として、あの、 作っておいたっていう感じなんですね。で、そして、これが、えっ、ー、と、ロール板です。はい。ロール盤は、多分、ロール盤を一回以上買ったことある方は、絶対ある程度残ってると思うんですね。はい。特に、まあ、あの、いろいろ手帳、あの、 手帳として出てるロールバンとか使ったりすると、絶対まあ残ったりするはずなので、サイズもいろんな豊富だし、はい。うちにもいっぱい残ってます。はい。残ってる紙がいっぱいあるので、ロールバンはまあ綺麗に剥がせるんですよね。リング外すツールとかも普通に売ってるし、で、あれでいっぱいあるんですが、これ普通にこう、いわゆるルーズリップみたいな等間隔になってるものは、この、あの、システムダイヤリーに結構、 綺麗に入ります。これ、ちょっとここ挟んでるものがあるんで、はい。こんな感じで入るんですよね。なんで、えっ、ー、と、もし、あのー、まあ、こういうシステムダイヤリー使いたいんだけど、リピールはあんまりなくって、家にこういうルーズリップとかはいっぱい残ってるとしたら、もうサイズに合わせて切るだけで結構入れることができるので、穴開けしなくても、 これも一つの方法なんですね。で、ちなみに、これ、えっ、ー、と、システムダイヤリーだけじゃなくて、えっ、ー、と、バイブル A5 はダメなんですけど、バイブルより、えっ、ー、と、小さいサイズ、例えば M6 とか、そして M5 の場合には、普通に入ります。はい。例えば、これ M5 ですよね。M5 の場合にも等間隔なので、 これ普通にこうやって挟んだらもう入ります。はい。なんでサイズだけ合わせてセッティングすれば普通に、まあ、えっと、このロール板とか、まあ普通のルーズリップとかは普通に入ります。で、M6 入るので当然 M5 も入るんですよね。なので皆さん家に残っているロール板がいっぱいある方はこれも <laughs> 一つの活用法です。そして、えっと、 6だけじゃなくて、フランクリンプランナーのポケットサイズも入ります。で、フラ,ラ,ランクリンプランナーのポケットサイズって若干長いんですよね。で、それで、えっ、ー、とあ、あの、同じ感覚でこう穴が、リングがもう一個あって、真ん中のリングがない。だから、5つ、5つ <laughs> ?5 つじゃない。あの、7個のこういう穴があってって、真ん中がない感じの、 えっと、大きさなんですよ。なので、当然、入ります。はい。等間隔なので。なので、フランクリン・フランナのポケットサイズ M 6、M6、M5 は、そしてシステムダイヤル、つ穴のものも、全部、こういうルーズリップ系の、えーっと、 あの、リフィールは全部入りますっていうことなんですね。なので、あの、いろんな形で皆さん一緒に活用してみましょうっていうことです。はい。っていうことと、これは若干後にしといて、これは、えっ、ー、とですね、ノー手帳なんですよ、実は。あの、まあ、ゴールドもあるんですが、 あの、これはゴールドじゃない方のところをちょっと切ったわけなんですけど、使ってはないんですけど、試してやってみたらこういうサイズぐらいになるんですよね。なんで、えっ、ー、と、若干切らないといけないのはあるんですね。若干狭くはなるので、でも切らなくてもバイドには普通に入ると思います。はい。なんですが、まあ、ぴったり合わせたいんだったら切るっていう感じなんですが、とにかく、えっ、ー、と、サイズ合うっていうことなんです。で、 ええと、このサイズの乗りつつ調形も結構活用できるっていうこととで、これはまあ試しなんですけど、家に残ってるものがあったから、1日1ページ、MD ノートの方なんですが、まあ当然これは、えっ、ー、と、知っててやってました。こっちはまあ合わせてもこっちが切れるっていうことなので幅があるから、まあこれはしょうがないんですけど、まあたまに MD ノートが使いたい時に入れて使ってもいいなっていうように考えて入れてます。はい。 ここまではいいんですけど、じゃあ、これは何なのかっていうところで、実はですね、これはちょうど良くて、試したこともあるんですけど、予想通りにすごく満足できる結果物になりました。はい。これは、じゃん日々のです。<laughs> はい。 あの、実は、去年、日々の初めて来た、あの、出た時に、去年は我慢したんですよ。で、どうせ、あの、今定着してるし、にいらないと思うなと思って買わなかったんですけど、今年はそれが我慢できずに、来年分の日々のを買っちゃったわけなんですね。それも自分が好きな、えー、っと、茶色の方で買ったんですけど、 よく考えてみたら、私、めあの、母官手帳、フランクリン・フランナーのコンパクトサイズにやってるし、ここどう活用すればいいんだろうっていうことですごく悩んでたんですよ。で、あれで悩んでて、しかも1日2ページ、まあ、トモエリバーだとしてても結構厚さもあるし、 どうするんだって悩んで、もし本当に活用ちゃんとできないんだったら、確実に使うところにしましょうっていうことで、思いっきりアレンジしましたっていうことです。なんですけど、結構気に入ってます。はい。で、これでどんな感じかとすると、こんな感じですね。 はい。これは多分、ほぼ日みたいな、1日1ページだとするとちょっと不可能なんですね。なぜなら感覚があるから、裏側の、えっ、ー、と、日付とかが結構切れたりする場合があるので、これは、日々のが1日2ページだから可能だったと思います。これで、こっち来て、こっち来て、だから元々だとすると、えっ、ー、と、 これぐらいなんですよね。はい。文庫本サイズで。たのを中を着てって、下を着たんですけど、下ちょうど4時の境界で来たらぴったりなんですね。で、ここ4時の上に若干余裕があるので、もう思い切りここに合わせたんですけど、もし下も余裕を置きたいんだったら、上を若干切ってもいいんですが、そうするとなんかまた2回手間が かかるじゃないですか。で、別にこれでちょうど、だから時間が足りなくなるわけでもないから、そうやってやったら、本当にぴったりにできるようになったんですね。しかも、ここのインデックスも、ほぼ上までで終わってるので、それも切れずに、本当にいい感じでもう出来上がりましたということですね。なんで、さっき私、フランクリン・フランナー3月まで、 残ってるって言ったんですけど、来年は、その残りはこれで活用しても全然いいかなと思ってます。で、ちょうどフランクリン・フランナーは3月まであるんですけど、日々の1月からスタートなんですね。なんで、3ヶ月かぶるので、ちょっと一緒に活用しながら方向性を決めてもいいかなと思います。めちゃくちゃ。 ワクワクしてます。久しぶり。最近結構、あの、手帳の使い方が結構定着してきたので、新しい挑戦っていうか、新しい感覚あんまりなかったんですけど、これをやって、しかもウィークーもぴったりなサイズ見てて、すごくテンションが上がりました。はい。それで、もともとは別な動画を撮る予定だったのに、はい、これを急いで撮ってるっていうことなんですね。なんで、はい、これをちょっと来年は、 試してみたいと思います。まあ、本当に緑さんはすごく嫌がってるかもしれないですけど <laughs>、あれを切っちゃったのっていう感じになるかもしれないんですけど、はい。個人的にはすいませんが、すごく満足してるので、来年はこれで付き合っていきたいなと思います。<laughs> はい。ということで、あの、これをすごく紹介してみた方です。私がちょっとなんか性格がおかしいかわかんないんですけど、こういうにいに色々アレンジして、なんか、お うまく活用できそうっていう風になったらすごく何倍気持ちよくなってしまうので、すごく喜んでいる状態なんです。はい。っていうことに、で、あの、こう、あの、なんだ、システムダイアリーに合わせていろいろリフィールを作ったっていう感じで紹介をしたんですけど、ここで番外編でプラス、 もう一つ、あの、紹介したのが、えー、っと、皆さん使ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、三つ穴の手帳です。それが、えー、っと、間隔、えー、っと、広い三つ穴じゃなくて、プロタから出てる三つ穴あるんですよね。はい、これです。これですね。はい、これを、あのー、使ってるんですけど、すごく使いやすいんですよ。はい。 だし、まあ最近、えっ、ー、と、ロディアからも出てるんですけど、あの、リングのサイズは同じくって、あの、多分、えっ、ー、と、リフィルのサイズが若干広い感じなんですよね。なんですけど、これすごく満足してて、実は、2冊持ってます。<laughs> はい。2冊持ってるんですけど、もともとはこの子をすごく昔買ってたんですね。プエブロなんし、えっ、ー、と、私が好きなカラーなんですけど、 これをすごく満足して使ってる中で、えっ、ー、と、リス塩が出たんじゃないですか。はい。それで、あの、誘惑に勝てずに、またリス塩を買っちゃったっていうことにはなるんですが、とにかく、じゃこれをどう使ってるのか、ね、でもちろんリフィールあるんですよね。あの、プロトから出てるリフィールがあるので、それ普通に買って使ってるんですけど、 やっぱりちょっとまあ、ほぼ病気に近い、そうの、またちょっとサイズ合ってるの何があるんだろうなっていうことで見てたら、このプロタの三つ穴の、あの、このワインだって、あの、このリピールが、ちょうど名刺サイズなんですよ。っていうことは、名刺サイズっていうことは、互換性が高いっていうことなんですよね。なんで、えっ、ー、と、普通にこれまあ、 普通にダイソーで売ってるこの色のメジサイズのあの紙なんですけど、プラスメジサイズのなんていうかメモ C っていうか、はい。まあ200枚ぐらい100円で入ってたりするものあるじゃないですか。普通にそれ使ってます。はい。で、すごく快適に使ってますね。まあ穴パンだけしてて使ってるんですけど、この時はまだこう細い、えー、っと、パンチがなかった時代なので、 大きいサイズで開けてるんですけど、これもいっぱい入れて使ってます。はい、でそして、これは、えー、とダビッチで、えーとなんだ、インデックスっていうか、インデックスじゃないな、多分、あのまあ、インデックスみたいな感じなんですけど、いろいろトゥ、えーズと,と,とか重要な事項を入れるものあるんじゃないですか。それがちょうど、えー、とネームカードのサイズになってるんですよ。であれを ネームカードサイズじゃあと思って開けてみたら結構ぴったり入ってたので、これも試しで入れて使ってたり、そして、まあこれずっと出てるのはトラベラーズノートから出てる、こう、えっと、いろいろちょっと、あの、オーダーとかするとメッセージカードみたいなのを一緒に入れてくれるんじゃないですか。ああいうものでちょっといいんです。入れてるんですよね。 まあこういう中身も結構あるし、意外とこう名刺サイズのものをいっぱい売ってるんですよ。で、穴パンだけしてって、まあ、入れてるっていう感じなんですね。はい。で、なんですが、これだけだと多分、あのー、今日の趣旨にはちょっと物足りないなっていう感じするんですよね。はい。で、それですごくよく持ち歩いてるこれなんですけど、ここの中身はこれが入ってます。 はい。2023年代より、ウィークリーレフトっていうことになってて、これを入れてるんですけど、はい。これは M5 からちょっと、あの、いろいろちょっと変えて、あの、ペンホルダー入れてるっていうことなんですけど、こんな感じです。はい。えっ、ー、と、こうですね。書いてないと。はい。こんな感じで使ってます。で、それで、ここに、あの、こう日程とか書いて、ここ、その週の、 えっと、重要なものとかメモとか撮ってたりしてて、まあ、後ろ、また、えーと、こういうフリーノートも入っているので、こう、これで使ってます。もちろん、元のサイズよりはちょっと大きいですが、あの、プロタの中身が、あの、こう、リピールは結構ちっちゃく出てるんですよね。あの、逆に小さすぎるんじゃんって感じる時もあるので、普通にこれぐらいのサイズ入れても、全然はみ出さないぐらい、ちょうどいいぐらいのサイズなんで、 結構問題なく使ってます。まあサイズ違うから、こう一緒に入れるの難しいんじゃないかなとは思ったりもしたりもしてたんですけど、これまあ何枚入れて普通に使っても全然問題なかったんですね。はい。なんで、すごくよく使ってるんですよね。で、すごく使いやすいんですよ。で、特に私の場合、あの、後ろポケット結構使うんですね。ちょっとおじさんみたいな感じかもしれないですけど、後ろポケットに携帯も入れたり、 あの、名刺入れとか入れたり、たまに名刺入れ代わりにあの M5 とか使ったりもするので M5 入れたりするんですけど、これすごくいいです。しかも縦でやるとポンと入れるとすごく楽だし、特に多分私あの引っ越しの準備とか、まあ、えっ、ー、と、その後でいろいろまあ、免許センター行ったり、えっ、ー、と、区役所行ったり、いろいろちょっと回らないといけない時に、もう なんていうかトゥートリストみたいな感覚でものすごくよく活用してたんですよはいなんでこれを入れて使ってるんですけどしかもこれトモエリバーですねはいなんで薄いのも薄いし多分トモエリバー基本好きなのですっごく満足して使ってますっていうことで結局来年の分も買いましたはい昨日文房具行った時にも買っちゃったんですけどはいこの商品なんですねこれ黎明 FG から出ているものであって、だから友入りばかっかという感じもするんですけど、こんな感じなんですよ。そうちっちゃいサイズのもので、マンスリーだけあるものもあるし、ウィークリーが一緒に入ってるのもあるんですけど、これ、えっ、ー、と、この縦型にできる理由っていうのは、これが1ページはこうなってって、ここはフリーになってるからなんですね。はい。これが普通に横に やってる手帳だとすると問題ないんですけど、縦にしようとすると、例えばマンスリーは使えないんですよ。これ両面印刷になってるので、これが下に行くと、えっ、ー、と、ひっくり返すと、これが反対側になってしまうんですね。だからその証拠として、こっちの、こっちの、えっ、ー、と、数字が逆になっているので、はい。 で、あの、縦にするときにはそういう問題があるんですけど、だから、ウィークリーの場合には、右がこう、振りになってるから、縦で使えるんですね。で、これめっちゃいいですよ。はい。この2023年を使ってた、あのー、感想としてはすごく満足します。なんで、来年分もう買って。 きましたっていうことですね。なので、えっ、ー、と、三つ穴の場合にもこういう活用ができますっていうことをちょっと、はい、ご紹介した方です、ボーナスで、はい。っていうことなんで、ちょっとマニアックかもしれないんですけど、意外とこういう、なんていうか、あ、おも思ったことない、え、できないと思ってたものが、こんなにぴったりに使えるんだっていうところの、また楽しさがあるので、 もし私みたいにちょっと変な方いらっしゃったら、いろんなまた新しい情報とかも共有しながら、えっ、ー、と、一緒に活用できれば、本当にもっと楽しいかなと思います。はい。それでちょっとマニアックですけど、今日はそういうリピールの話をちょっとしてみました。ちょっとまた長くなってしまったんですけど、えっ、ー、と、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。あの、次の動画ではまた予定してた動画ちゃんと撮ります。 なんで、また次の動画でも楽しく会いましょう。ということで、今日はここまでにします。はい。皆さん見てくださってありがとうございます。バイバーイ。